はい、大沢誠一です。トレありがとうございます。なんか大沢誠一ってネタ感動みたいなやってるよな。お父さんスイッチですとか言うから、言ってたとこから やばい団体と思われてると思うんだけど、楽しい番組です。楽しい番組です。次何しますか。もうダブルスイッチがまだフレーミングがあって踊ってもらえたり。そうね、さっきのリコーダーもね、ちょっと一人パートがないという事態がありまして、誰が指揮するみたいな。ネットでなんか画像に上がってるので4パートを書いてるやつがあって、メロディー含めて、で、まあ高橋とかで見たんですけど、見てそれを書き直してって感じだったんですけど、4パートしかないし、メロディーやし、あれ一人つけへん人、式前でこうやってやるしかないかみたいな話だったけど、結局ここ二人が同じパートを吹いて保険を掛け合いながら頑張りましたって感じ。はい、楽しかったですね。こんな一瞬で終わると思ってました。確かに。はい、スキマスイッチのアコビバンドです。曲はビューという曲をやります。さきたうって変わってとってもかっこいい曲なので、もう見どころがねたくさんありますね。ねこれデビュー曲なの知ってた？あ、僕知ってた。スキマスイッチのデビュー曲で、初っ端からこんな曲かける大橋さんのセンスがやばいなって言ったっけ。ね、静岡の地名が登場しますので、藤枝ドライバーの皆さんは楽しみにしてください。藤枝じゃないけど藤枝じゃないけど通ってるか通ってるか。はい、じゃあ、お父さん選手でした。ありがとうございました。
コールありがとうございます。どうでしたか、あのリコーダー演奏を。どっちが良かったですか。ギャップの前、そう、ギャップの前を狙ってるんですが、ね、ネタバンドじゃないんだぜっていうところに見せつけようかな。何がってさ、ネタバンドと化してないんだけどさ、一番辛いのはやや受けなところが一番辛い。そう、みんな笑ってくれたらいいのに、ちょっとなんか、ははみたいな、何がそれが一番きついかな。そう、特にここから自分は一番ダメージ受ける、いつも。そうな、なかなかいいのかな。アンケートって、こんな心境なんか、懐かしいんだろうか、普段からいいなっていうか。分からない。ペインに関してすごいすごいありがとうございます。あれ逆もにやったんですか。実はすごいなって、うん、実はなんかいいんだな。狙ってはない狙ってはない。はい、最後の曲となりました。あっという間でしたね。本当にめちゃめちゃ早かったです。こんなにバンドがたくさんあるのに、ね、僕だけ。まあ改めまして、さっきアンズも言ってくれてましたけど、ライブ開催してくれてありがとうございます。本当にまあちょっと難しい状況だったと思うし、大変だったと思うんですけど、本当に感謝しかないです。とても楽しかったです。ありがとうございます。1年生もね、なんかたくさん来てくれてて、僕はすごく嬉しいなと思ってて、思ってたより多くて、そうね、めっちゃたくさん来てて、まあ、そう出てへん期間多いから、みんなちょっとスーって離れてくんちゃうかなと思ってたら、みんな手伝いに来てくれて、出てへんのに手伝ってくれてる子を見て、ありがとう、ありがとうございます。ファンの1年生のみんな、高橋さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ごめんね、の天気でプラプラしてて、いつも思ってんねんけど、ありがとうございます。はい、まあこれからはライブできるようになるかな。まあちょっとね、レベルもちょっと下がってきてるので、また楽しいね、ライブがもっとできるように、これからも頑張ろうと。1年生もよろしくお願いします。はい、じゃあ最後「ラセン」という曲をやって終わりたいと思います。ありがとうございました。ドーサンスイッチでした。